移籍先に求める条件の癖が強すぎる。クライマックスシリーズは15日ファーストステージ第2戦で3位の DeNA が2位の広島に2対4で連敗敗退が決まった。第3戦の予告先発だったトレバー・バウアー投手は登板のないまま終戦し1年契約が終了。サイ・ヤング賞にも輝いたワンはドメスティックバイオレンス問題で米国復帰は厳しい状況で国内球団による争奪戦が必至となる。バウアー本人は今後について投手が打席に立つこともない DH 制をしてパリーグでのプレーを希望している模様。さらに YouTuber としての顔を持つためチームロッカー内など細部の動画撮影可能な球団を求めているという。今季ドグンとの契約での年俸2250万ドル約33億7500万円とは別に DeNA と4億円足す出来高払いで契約を結んだが環境面も含めた新天地を求めることになりそうだ。それらの条件も含めてソフトバンクがすでに本格調査を開始するなど日本のプロ野球球団は動向を注視している。条件が特殊で草ロッテは許そう、なお金はない。中日の昭和みたいなロッカー取ってほしい。ヨシヤクルトだな、ロッカー取りまくってるし、サンタナは好きやらばインスタライブ出したぶちは YouTube やってるし、ヤクルトってこういう時取らないよな。ヤクルトは金額的にそこそこなやつじゃないと動かないじゃん。セリーグお断りで草、やっぱり打席立つの嫌だったんやな。そりゃそうだ、打席立ちたくないもんな。やっぱディーンズなしって投手も集中できないんやな。メリットゼロのクソ制度やん。そりゃだって反対してるやつらの理由が面白くないだの、采配側だの、投手のことなんも考えてないし、DH なんてぬるいこと言ってないで巨人に来い。拾ってやった横浜への恩義ないんか。日本球界へは今年で完全に適応したからな。来年はガチでもそうや。オリバンク行ったら手がつけられなくなるから B クラスのチーム頑張れよ。ハムで毎試合打ち切れるの見たいけど無理やよな。動画撮影許可で宣伝も勝手にしてくれるならこれ以上のタレント選手はいないやろ。少なくとも今の日本プロ野球にはチームカラー的には DeNA が合ってるけどな。 DH と年俸ならソフトバンクかな。